はい。では、順番に、そして簡単に、マインドブロックへの挑戦を始めていきます。まずは、人生の正解というテーマです。学校では人生の正解は教えてくれません。1日5分でいいので、今ある方向性は正しいのか、今していることに意味はあるのかなと、自分の望む人生っていうのはこれなのかな、などを考える時間を持っていただきたいと思います。やりたくないことはしたくない、しない、後悔しない人生を送っていくということに、 工夫とと努力を積み重ねるべきだと思います人生の恐ろしいところはですね自分の進んでいる道が正しいのか間違っているのか分からないまま進んでしまうということなんですよそして物語とは違って最後にハッピーエンドで終われるとは限らないんですよむしろ多くの人が死ぬ間際に 自分の人生がバッドエンドだということに気づくのかもしれないということですよね。人生の正解、今一度かみしめてみてください,、はい。次はですね、クレームというキーワードに行ってきます。これ指摘されている部分こそ、感情的になってしまうことこそ、自分の欠点なんですよ。 言われてカットすることっていうのは自分の欠点です。その欠点が非常に大事なんですよね。ですから、クレームが来た際っていうのは真摯にその事実を受け止めて、自分に何が足りないからそのようなクレームになったのか、追求する心構えが大事です。これが自己否定論ですよね。まあ、要はですね、わざわざクレームを出してくれたお客さんから、何を学べるかということがあなたの大事なことだということです。はい、次いきます。欠点。 まあ、イラッとすること。つまり、感情が動かされるということは、自分の欠点がそこにあるからなんですよ。図星だからイラッとするんですよね。例えば、友達の多い人に、友達いないねと言っても、全然響かないし、いや、俺友達多いのに、そんなことないのに、っていう風に思われて終わりなんですよ。でも、友達が本当に少ない人に、君友達少ないねって言えば、図星なんでイラッとするんですよ。イラッとした時は、あ ここが自分の未熟な部分かと思って改善するチャンスにしていってくださいはい次常識ですね常識とは普通の人になるために作られたルールですならば常識的な生き方をすれば常識的な人間が生まれますそしてその多くは本当に満足した人生を送れているとは到底思えないんですよね常識には従うべきなのか 自分を苦しめている常識っていうのは何なんだろうかってことを今一度学んでいく必要があります先ほどお話したように常識っていうのは世の中に無数とあります歴史上にも無数にありますその多くの常識をたくさんたくさん知ることがマインドセットです私のお話しするいわゆるねマインドセットっていうのも私の中にある常識ですからねで私が良しとする常識なんですよですんで、えー、私のね マインドセットから学ぶことっていうのがもしね、えー、皆様のお役に立てることがあるとしたらそれは新しい常識をあなたが身にまとったということなんですよね今まで持っている常識やあ分別ってものを大事にして自己肯定すれば私が言ったことも受け止められませんし誰かが言ったことも絶対に受け止められないんですよ要するに同じ常識が続いて同じ人生が続いていくということになってきます次世間体ですよね 大企業に勤めているから成功なのか世間体によってあなたの人生の成功は決められるのか人生に正解があるとすれば自分が生きたいように生きられたかというふうに私は思います世間体や他人の評価に自分の生きる道を制限されないように気をつけていただきたいと思いますまあサラリーマンのですね月の労働時間が8時間そしてそれが20日続くとしたら160時間です まあ実際はこれに残業とかが乗るとしたら。 まあ私はですね、ネット起業家なんで、最低でも1日6時間かける30日、つまり180時間ぐらいは人生の時間をビジネスに当てたいなと思うんですよ。これでサラリーマンさんと合格、スタート地点だと思いますんで、プラスアルファで、えー、進化していかないといけないかなと思います。だから世間体に合わせていたら、フリーランス、自分のビジネスマンとしての活動なんて絶対できませんから、世間体に合わせるのではなくて、世間体を使いこなして理解した上で、その上を行くという形になってきます。もう一つ その世間体ってものをテーマにお届けしますけども私たちは小学校を捨てて中学を捨てて大学を捨てて会社を捨てて概念とか価値観を捨てて今の自分があるんですよこれを固定してしまうといつまでも進化しません昔から変わらないよねと言われるのは何の進化もしてないっていうことなんですよ私はもうですね昨日の私とも別人でありますしあなたも実はですね 昨日のあなたとは別人である必要があります。そのためには昨日までの自分をいくつ捨てられるかってことになってきます。えー、少なくともですね、自分の概念っていうのを固定せずに、自分の概念っていうのは単なる今日の時点での思い込みであって、明日は変化するかもしれないというふうに、えー、世間体と付き合っていただきたいと思います。えー、次のキーワード。人間関係ですよね。 もうお分かりだと思うんですけども、誰と付き合うかで人生が大きく変わるということは分かると思うんですよ。ですけどもですね、日本人口の9割9分は普通の人なんで、自分の周りには普通の人がいる可能性が多いんですよ。ですからあなたがそのまま生きていけば、それに影響されて普通と自然の、うん、普通の人間になってしまいますよね。ということはですね、やるべきことっていうのは、普通じゃない人と出会っていかなければなりません。 短期間で多くの収入を稼いだ人とか、全国的に名前がろいている普通の人とか、これ普通の人ではないってことなんですよ。<laughs> ですんでですね。 もう短期間でお金を稼ぐ人、多くの人に影響を与えている人に真っ先につな、ね、がっていく必要があります、そうすることによってあなたの行動や結果も普通から離れて異常値になっていくわけですよ、あなたは異常であって異次元なスピードで結果を出して、そして大きなお金と自由なたくさんの時間をつかむ必要があります。これは完全に非常識な人生ですから、 常識的な人との距離をどんどん置いていってですねそれだけでは足りずに非常識な人との距離を詰めていく必要がありますそれが人間関係ですでは次のテーマです睡眠ですまあ、たまにですね本当に12時間ぐらい睡眠しちゃってる人もいますけどもまあ、私はですね12時間も寝たらちょっとすごい無駄だなと思っちゃうんですよ睡眠っていうのは人生の中に死と同じで無活動な状態ですもちろん体力を回復したりとか記憶を 定着させるために睡眠っていうのは必要なんですけども、そのためには大体、私の場合は6時間ぐらいはあればいいかなと思ってますし、多くの方でも同じような時間だと思います。これをきっちり自分に対して守ること、時間に対してストイックに、人生の期限っていうのは決まっているってことを常に感じたら、そういうふうになっていくと思います。そして、生きてる間、夢に向かって、目標に向かって生きていただきたいかなと思います。 次のテーマですゴールというテーマですねどれだけ努力しようと向かっている方向が間違っていれば永遠にたどり着きません大事なのは自分の走っているルートがゴールへつながっているかどうかを知ることになってきますそれを知るためにメンターが必要だということを私は常々申し上げているわけですよねゴールに向かうためにはコーチがいるんですよメンターがいるんですよゴールに向かってますよゴールにたどり着けませんよこういうことをねいちいち教えてくれるそういうふうなメンターが出会えるといいですよね、えー、これは一つ例えを言いますけども 100メートルを10秒で走れる足の速い人がいても、ゴールに向かわないのであれば、永遠にたどり着きません。でも、100メートルを20秒もかかっちゃうようなね、そんなね、どん底ランナーであっても、ゴールに向かっているようであったら、先ほどの足の速い人よりも先にゴールにたどり着くということですよね。で、今回最後のテーマです。成功とか目標というテーマでお届けします。まあ、人生ってのは、まあ、終わりがないわけですよね。命が尽きるまで。だから、 目標っていうのを人生のゴールと思ってしまうとそこで人生終了ってなっちゃいますプロセスなんですよつまり何かを求め続けて生きることそれが人間であり人生目標を決めるなというわけではなくて目標があると人生は輝くんですがその目標ですら 通過点でしかないことを理解する必要があります。今回のコンテンツもですね、伝える力という一つの通過点であります。伝える力を身につけて何をするのかっていうところをいつもいつも目にね、向けていただきたいと思います。では今回のコンテンツは以上です。次はですね、私が得意とする話す力をつける、いわゆるね、伝える力をつける もうこれれののコアの部分に触れていきますどうしてですね私が3年間で1億円以上のお金を稼ぐことができていまだに5年経った今でも同じようなペースで利益を上げているのかそして投稿の数と YouTube のアップロードの数がなぜこれほどまでにたくさんあるのかそれによって影響を受けて速可塾に参加する人がもうずっと延々と生まれているのはなぜかということですよね。伝える力が強ければ 高額なコンテンツも販売可能になりますしそれを強調するものではありますけどもいわゆるですね伝える力があることによって多くの人の間で自分のことが有名になり噂されるということなんですよそうなってしまうと集客にしてもですね販売にしても困ることがないですよってことを次のね、えー、コンテンツの方でお届けしますのでお楽しみにそれでは今回は以上です